では本日最初のゲストを紹介します。最初のゲストはこちら、巨匠ホールディング株式会社一般財団法人未来シティ代表の飯田隆雄さんです。こんばんは。どうも飯田さん、ありがとうございます。どうもよくお越しくださいました。どうぞどうぞ。ねえ飯田さん、いやー実はねすごいことなんですよ飯田さん。まずこれから行こうかな、あのね持ってきてらっしゃるんですよね、あの大丈夫です。みんな初めて見ると思いますよ、これね。これ何かっていうと、ダチョウ、いろんなね馬のレースとかね、あとはまあありますよね、あの 鳥もあるし、いろんなレースありますよね。ダチョウもあることあるんですか、ダチョウって。いや、おそらくないと思います。今までダチョウのそういうレースがなかった。お猿さんでなんでこれをお猿さんにしたんですかって聞いたら、まあ、それはちょっとあの飯田さんに伺ってみましょう、はい、なんでこんなこと考えてるんですか、なんでお猿さん持ってるんですか。ダチョウとお猿さんの組み合わせというのは、はい、今野球賭博とかいろいろ話題になってますけど、これだったら絶対八百長はできないなと。猿は八百長しない。できないでしょ。なるほど、そうだよね。だけどこれ乗って走るっていうのをやっぱり訓練させない。あ、もちろんそうです、ね。あの教育センターっていうのを作りまして、ダチョウも赤ちゃん、お猿さんも赤ちゃんのうちから一緒にセットで教育するんですね。だから3年かかるんです、レースが始まるまで。はじめまして、ようこそスリランカの未来シティ。皆様、スリランカへいらっしゃったこと、うれしく思っております。うちの会社、ライン・エッシュン・コンストラクション・プライベート・リミテッド、1996年、建設会社によって小さく始まって、今まで15年間、頑張ってここまで来ました。本社は、カレニーにあります。はじめ、登録したとき M7 のラベルから今 M2 ラベル上がった会社なんですけど、今スリランカで建設会社の中で一番5つの中に入っています。会社は ISO 国際商品のもらって、そしてシラマアビマーニ国立商品が2009年にもらいました。会社の社長は TD ミガラサンジーバさんです。彼はモラトワ大学に出て、今建設会社の組合のディレクターです。会社の目的はスリランカにナンバーワンの建設会社になること。それによっていいものを作るために会社のスタッフは頑張ります。会社の形、このプロジェクトやる力がうちの会社あるので、皆様よろしくお願いします。
未来シティは日本の15万人ぐらい高齢者たちのために新しく作る街です。その中で便利な生活できるように作ります。ステージ1で二貫星の近くのあるエートカール村で作るように思っています。そのためにうちの会社ライオンズエーシアンコンストラクションプライベートリミテッドの力を 100% 入れます。場所はスリランカ空港から 8km ぐらい海外の方です。このニガンボの海は観光できてる外国人の人気な場所です。この未来シティに入るために入口は2つが東口と西口にあるようにします。町の周りのメイン道路に入るように他の道が作ります。入口から町の真ん中のメイン道路まで橋を作ります。この未来シティの中3つのタイプの自宅があります。1つは2階建ての一軒が800と15階のマンションに1万の自宅の中で最も広いうちは6000の自宅入った建物52があります。また 1LDK の自宅が4000入っている12階建てのマンションが4つ作ります。それで病院、学校、銀行、ホテル、レストラン、会議室、運動会できるところなど便利な生活ため何でも入っています。出来上がったらこういう方な綺麗な街になります。自宅のタイプ、タイプ1、2階建ての一軒家 3LDK。 この自宅の広さは1365.25 スクエアフィートです。タイプ2、12階建てのマンション 1LDK。 広さは375スクエアフィートです。このマンションではコマンキッチン、警備部門、自宅待機、社員の宿泊、エスカレーターと日陰口などもあります。タイプ3、15階建てのマンションの自宅 3LDK。 15階建ての建物が52軒の中6000自宅が入っています。その 3LDK は1650スクエアフィートの広さになります。このマンションにはコマンキッチン、自宅待機、社員の宿泊、警備部門、6つエスカレーターと2つ日陰口などの便利な生活できるようにさせてあります。日本人ができるように2階建ての200店があるビルです。この病院の中部屋は800空いている大きい15階建物です。この10階建てのホテルは部屋が250と会議室と銀行とセレモニーホールなど何でもあるところです。このビルは3階建てのビルです。1階には6200スクエアフィート広さの台所があります。2階には同じ広さのレストランがあって、3階にも6200スクエアフィート広さ運動会をできるところがあります。未来シティの事務所にこの3階の建物が使っています。この3階建ての学校で日本語、英語などが教えます。未来シティの住んでいる日本人にとしてスポーツを見るためにこの運動場を立とうと思っています。スタジアムには2万5000人ぐらい座ることができます。街の綺麗さを上げるためにこのようなおしゃれなファウンテンの街中に作ります。街の中に10階建ての駐車場が
できる建物は2つ建てます。この駐車場に車が2000台ぐらい止められます。未来シティの交通のためにハイブリッドバスがあります。街の中バスターミナルから街の中のどこまでも移動できるように作ります。585スクエアフィートの中でバス停が8つ作ろうと思っています。インフラの下で24時間の電気の以外に発電電気もあります。水道は9万リッターのタンクが4つついています。血清の水リサイクルして外に出します。道路と交通の下25フィート幅のメインロードと20フィート幅のバイロードと10フィート幅のバイロードなどの道路が作ります。今回のプロジェクトは約10日間で出来上がったものなんですけど、新しいアイデアがあったらお互いに説明してこれはやり直しますので皆様よろしくお願いいたします。できるだけ早くこのプロジェクトが始まるつもりでいます。スリランカにこのプロジェクトをやるためにスリランカでライン・エーシアン・コンストラクション・プライベート・リミテッドの会社を選んだことは大変嬉しいです。今特別に飯田隆雄様とジャエデヴァ様に感謝します。皆様誠にありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。